皆さんこんちょっと今のなしびっくりした、初めて、うん、大丈夫、やり直すね。皆さんこんばんは、南條佳乃です。南條佳乃のバースデーイブアコースティックライブイベントへようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。いやー、なんか雨すごいんだってねえ、あ、もう今止んでる、そっかね。いやいや、まあ、台風大変だったじゃないですか。今日ね、どうなるかなって思ってたんですけど、朝私が入るときはもう真夏かなっていうぐらい晴れてて、これで私はもう晴れ女って名乗っていいやつだって思ってたんだけど、なんかさ、楽屋で準備してたらマネージャーさんとかがこう、なんか、あ、これ食べてくださいとか持ってきてくれたんだけど、なんかすごい濡れてんのねなんかすげえ汗かいてんじゃんって思ってたら、なんか、いや、ちょっとなんか雨降ってきちゃってさーとか言われて、え、晴れたんじゃないのみたいな、自分が移動するときだけ晴れ女説がね、ちょっと出てきました。すいません、ちょっと濡れちゃった方いたらね、タオルとかも売ってますんでよかったらありがとうございます。あ、売り切れ、いやー、申し訳ない。そしてこんなね、ぎゅうぎゅうでちょっと後ろの方の方とかもね、申し訳ないですけど、ありがとうございます、来てくださって。こんな、あ、柱の影とかもね、ありがとうございます。20代最後の南條さんなのでと目に焼き付けて帰ってくださいあー、恥ずかしい、ありがとうございます、すいません。まあ、そうなわけで、今回はアコースティックライブイベントとこう銘打っているんですけど、まあ、ソロの曲がまだ実はそんななくてですね、なので、そのこんな時期だからこそ、普段歌えないような曲とかも歌いたいなと思っていて、で、せっかくなので、こう生のね、楽器でやっていただこうとね、思ってたりして、フリップサイドのね、ライブとか来てくださってる方にはおなじみの星野さんと八木さん最高よろしくお願いします。喋ってくれてもいいんですけど、まだ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 で、私も今回初めましてな、ゆっこ先生です。はじめまして。ゆっこ先生ね、この後どんどんすごいことになっていくから。言っちゃった。言っちゃったけど、ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ、あんま喋ってると怒られちゃうから、行こう。あとでトークコーナーもありますので、はい、何気にライブでやるのは初めてとなってしまったこの曲をやりたいと思います。リトルメモリー。たどり着く行き先は
いや、楽しめてますか？なんかね、まあ、いつもとは全然違う雰囲気ですよね。椅子もあるし、だから今日はどんな空気になるかなっていうのをちょっと私の中でも、ね、探っていたというか考えていたりしたとこもあったんですけど、すごい、まさかサイリウムまでないとは思ってなかった。一応持ってきた人、あ、さすがだね。めちゃくちゃ空気読むんだね、すごいね。まあ、使ってくださってもいいですし、手拍子でもいいですし、いかんせん狭いのでね、周りにこう思いやりの気持ちを、まあでもそんなウェーイってなるような曲がないですけど、よし、じゃあやりたいと思います。 Trust My Way。I'm not afraid to die.
ありがとうございました。こちらこそありがとう。さあ、そんな懐かしい曲から一気になんと私の一番新しい曲を。どんぐらい喋っていいんだろう。本当？でもね、いっぱい喋っちゃうと私この後免除るのっていうイベントも控えてるんです。いやー、本当もっとでっかいとこでやればよかったね、免除るのね。ごめんね、こんな平日の夜に誰も集まんないんじゃないですかねって。だって深夜だよ、大晦日じゃないから電車ないんだよ。なんでカウントダウンってできるんでしたっけ、あれも深夜なのにねっつって、あ、大晦日だからだみたいな。ねえ、電車がいつでも走ってくれてもいいけど大変だもんね、電車屋さんがね。ちょっと私のメンジュルノのために電車を走らせてもらうわけにはいかないので、うん、よし。え、なんでなんで笑ったの今。なんでもないですね。やぎさん。じゃあやばい、全然雰囲気が違っちゃった。ふう、じゃあこの曲に行きたいと思います。君が笑む夕暮れ。
唐突にトークコーナーイエーイ。あ、どうもありがとうございます。そろそろ腰がね痛いと思っていた時だと大丈夫。さっき腰のハマりが悪くってさ、なんかくしゃみしたらぎっくり腰になっちゃいそうな感じわかる？なんか腰のハマりがなんか悪いなみたいな。わかんない？わかったりわかんなかったり？大丈夫？え？何？年？言ってない？大半が20代だからって。いや、いい。30なんてまだまだ若いよ。そんなこと言ったら、ねえ、八木さん。はい？八木さんいくつ？いや、なんで聞くの？ごめんなさい。ちょっと何歳かなと思って。いいよ、答えなくて。うん、答えない。ごめんなさい。レディーで失礼でしたね。そうね。さあ、それじゃあここで、皆さんに会場の中で書いてもらった質問を読んでいきたいと思います。あ、お願いします。ありがとうございます。いい、自分でなんかやるよ、こういうこといい感じに。ちょっと南條さん今時間わかんないから、なんか適度によろしく。そうだね。あ、すごいいっぱいある、ありがとうございます。あ、すいません。じゃあこれにします。てん、ちょっと待って、山形県についてどう思います？どういう引きだよ。これはこれ書いた方は山形の方なのかな。あ、そう、すごい遠いところからわざわざありがとうございます。そうだね、山形については。そうだね。さくらんぼ。あー、もっとなんか気の利いたことをね、言えたらよかったんだけど。あ、十分です。すいません。南條さん、山形行ったことあるんですか？え、南條さんは山形はないじゃないか。ある？山形で行く？八木さん、そういうこと聞くのやめてもらっていいですか？すいません。私ね、新幹線にいる間にどこに連れて行かれてるか分かんないときあるんだから。え、なになに？だし？あ、なし？だし？あるの？うん、何？だしってあの、え、私の中には完全にカツオだしとかのだしになっちゃったけど。うん。ちょっと、ご飯にかけるの？え、ま、松屋にある？松屋にある。え、みんな山形の人なの？違う。星野さんも、そうそうつって知ってるし。そうだね、うちの親父がね、まあ、うん、山形の米沢出身なんで。そうなんだ。すいません、桜子が。いや、大丈夫です。米沢はね、まあ、うん、山形とかは牛も美味しいんだよね。あ、牛ね。はい、じゃあ山形行きたいですね。行きたいですね。行こう。いろんなところで。じゃあ何にしようかな。何色がいいですか？これ後ろ、青？じゃあこの辺から青を引いてみようかな。いやー、青。あ、すごい。ちょっと待って。ちょっと待って、お名前書いてくれてるメリーさん、ありがとうございます。 いらっしゃいますか？自己申告できますか？いる？どっかそっちの、あ、いたいた、すっげえ後ろの方に。ありがとう、メリーさん。どうやらそっち側から引く傾向にあるようだね。お誕生日おめでとうございます。30歳という区切りのいい年ですが、10年後の目標を教えてください。40。そうだね。
私って童顔じゃないですか。自分で言うのもなんですけど、童顔の人って一気に老け込むらしいんですよね。だからそれがいつ来るのかわからないですけど、やめよう、そういう話は。40でしょ、あと10年で何ができるかな。あ、やりたいことあるんです、私。すっげえ真面目な話になっちゃうからここで言わないけど、マジ？いやだって、いやだってそれはすげえ真面目な話になっちゃうもん。いいの？恥ずかしい。まだ言ったことなかったのに。まあじゃあ30代の目標としましょう、やっぱり。うん、私動物が好きなんです。はい、あ、犬猫ちゃんが大好きなんですけど、まあもともと動物関係の仕事に就こうと思ってたぐらい動物が好きなんですが、残念ながら私には喘息という持病がありまして、その職に就くことは叶わなかったんですけども、まあ、なんかこう関われることがあればいいなと思ってはずっといたんですよ。で、やっぱりこうね、ノラちゃんとかさ、まあ、ほらほんほらこんな真面目な話になっちゃって いるじゃないですか、なんか保健所とかね、そういうところに何かこう協力できたらいいなと思ってたんですが、まあ、声優って、まあ、歌も歌ったり、最近顔出しとかもしますけど、ラジオとかもやるじゃないですか。そういう、まあ、何かしら私が使える何かしらの手段を使ってそういうことを知っていただいてっていうところがまず一歩で、まあ、何かそういうね、例えばですよ、例えば私のライブをやることになりましたってなった場合に、そういうちょっとチャリティーグッズを作ってみるとか、何かしらのご協力をこの10年の間でできるようにな力をつけたいなと思っているって、ほら真面目になっちゃったじゃん。まだ何にもできてないから、そんな拍手をもらうようなことじゃないんです。叶えよう、私たちの夢、うん、まずはライブができるように。じゃあ次、分析、 ありがとうございます。ユリゲラーさん、ありがとうございます。ユリゲラーさん、ユリゲラーさんいらっしゃいます。あとこちらにありがとうございます。時々ラジオにメールとかもくださる、それ違う、ユリゲラごめんごめん、こういうとこあるよね。ちょっと待って、今まで演じられたキャラの中で一番結婚したいキャラは誰ですか？私基本的に女しか、男っていうと小学生か豚しかいないんだけど。5歳児の豚、パンツが大好きなんだよ。パンパカくんっていうね、静岡で生まれたキャラクターなんだけどね、パンパカくん、みんなパンツ好きですかっていう。パンツ好きですかなんて言ったっけ、言ってるよね。一歩間違えると大変なことになっちゃうんだけど、こう結構ね、大きなお友達が多いから、ファンの方の中にツイートするときとか結構気を使うんですよ。皆さんパンツは好きですか？好きです。誰だ、オンマイクで言ったのは誰だ。パンパカ君のこともよろしくお願いします。あれ、子供いる、子供いる、まあいいや、子供いる方、パンパカ君のことをよろしくお願いします。ん、あ、映画見に行ってくれた、ありがとうございます。映画をやって、パンツアイコンがあるんだけどね。それがピカ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 って点灯したときに、おじいちゃんがみんなでパンツを振り回すのじゃんみたいな。で、本当にパンツ回すわけにはいかないから、パンツうちわっていうのを配って、それをキッズたちと多分大きなお友達が。で、振って、ラスボスを倒すみたいな感動対策があるんです。ちょっと
次の質問も行こう。急いでやっていかないと。いっぱいあるね。あ、結婚したいキャラ？パンツ好きの豚は嫌。ですよ。リコーダーとランドセルの哲也近い。あんまりいない。あとモブでやった何も知らない男の子とか。ええあれ僕こう、次の質問いこう。お名前なし。今日初ワンマンライブということで、一応イベントってついてるんです。こんなに喋ってるからね。緊張の中失敗してしまったなってことを教えてください。なんで笑ったの？いきなりだね。そうだね、緊張、ずっと緊張しててずっと胃がキュッてなってんだけど、緊張して失敗したなっていうことは、なんか緊張しすぎてって物を食べるタイミングを失って、さっき生姜焼きちょっとつまんだぐらいになってお腹が空いてきたことです。豚ばっかり食っちゃうの。トモグリ。ゆっこ先生いっぱい食べたんでしょ。美味しかったよね。あ、豚食べた？鳥食べた。鳥か。何食べた？豚食べた。豚食べた。イエーイ。星野さんは？俺も豚食べた。あ、豚食べた。美味しかったよ豚。みんな何食べたの？あ、まだ食べてない。ねえね、え、ちなみにちょっと聞くの申し訳ないんだけど、この後来れるよって方はどのぐらいいるの？あ、いえ、本当にすみませんね、狭きもんで。ごめん、本当にあなたたちのことを見くびってた私は。一応またやれるといいな。本当本当ごめんね。あ、これだよ、失敗したこと。まあ、緊張したことによって生まれたことではないけどもね。次。え、席は似ている、フリップサイドやラブライブ、ソロ活動等でとても忙しい南條さんですが、そうじゃないですよ。まとまった休みが取れたらどんなことをしたいですか？どんなことでもいいです。教えてください。そうだなぁ。フランス行きたいんです。フランスのパリ。ノートルダム大聖堂見たくて。え？何？え？今日までフランス？って言った？あ、昨日までフランス？仕事で？かっこいいね。ノートルダム大聖堂行った？キャンキャン。一回見て。何何？前世？前世はね、知らないけど、弾丸的な旅行をする番組を見てるときに、寝っ転がってこうやって見てたんだけど、ノートルダム大聖堂の天井が映った瞬間に私大号泣したんですよ。ガバって来て、こりゃなんかあるぞって言ってみたいんだけど、なんもないかもしれない。30になると涙腺が緩くなるんですね。違う。まだ29だし、それ30の時の話じゃないし、ほら、あっちこっち行っちゃったじゃん。もっと昔の、まだまだの時のお話だもん。すいません。おかしいの、なんでその謝ってるの？いや、なんか、地雷ばっかり踏んでるような。地雷ばっかり。そう？にゃーアットハリネズミさんからいただきました。ありがとうございます。ちょっと話がかぶっちゃった、ごめんね。今日はあいにくの天気ですが、南條さんは晴れ女と雨女のどっち寄りですか？自分が入るときだけ晴れ女です。申し訳ない。名前なしで声優としての活動を始めてから今までで一番過酷だったことと
一番幸せだったことは何ですか？一番過酷だったこと？この、これ言っていいのかな？この台本いつ読んで、この曲いつ覚えんだろうっていう不思議なスケジュールになったときが過去にありましたが、まあ、なんとか乗り越えられました。一番幸せだったことは今日ですかね。いや、これ一生忘れないっしょ、多分ねえ。こんな一生忘れない、20代最後のねえ日を、こんなにたくさんの方と大好きな方たちと過ごせて、ああ嬉しいねえ。本当あの関係者の皆様も本当にありがとうございます。こんな金曜日の夜飲みに行きたいでしょうに申し訳ない、ありがとうございます。もうね、昨日私寝れなくて、なんか楽しみで、いつもは緊張で寝れないの、はあ、どうしよう、はあ、みんな行くぞーって言えるかな、うまくとかね緊張で寝れない方が大きいんだけど、今日はなんか楽しみで寝れなくなっちゃって、そのぐらいなんか楽しみだったんです。ありがとうございます。ウキウキしてきちゃった。じゃあまだいけるね。初のバースデーイブライブおめでとうございます。今年も、来年もやりましょう。おお、今年中にもしくは30代の間にこれだけはやりたいということは何かありますか？クロウさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうね、さっき言ったじゃあ最後1枚読もう。もう引かなきゃよかった、最後の1枚。自分で言うのすごい。18歳女子大生さんからいただきました。うわー、これ読みたくない。あー、すごい、自分で言った方がいいですよ。やめてよ、ドヤ顔で言ってください。ドヤ顔で、どうしてそんなに可愛いんですか？もう30になるからかな。行くと終わってしまうな。今来たばっかり？それは嘘だ。じゃあ行こうかなと思います。カタルモアのミニアルバムから ID。
とここで唐突に早口言葉コーナー、私が言った後に皆さんも言ってください。まず私が自信がないですが、プロですよね。やめてよ、声優ですもんね。日常会話から噛むっていうのに。じゃあいくよ。生麦生米生卵、生麦生米生卵、魔術師魔術修行中、魔術師魔術修行中、魔術師魔術修行中。やっぱりリズムに合ってないです。え、何リズムに合ってないです。リズムが合ってない、こんなの初めて見たよ。魔術師魔術修行中、魔術師魔術修行中、魔術師魔術修行中。時間ぐらいで20代を終える南城よしの楽しい30代過ごすぞ。魔術修行中だ。いやー、これは本気で反省するやつだ。もっと私頑張りますから。ありがとうございます。早いもので次で最後の曲です。皆さん、今回アコースティックでしたが、楽しんでいただけましたか？
よかった。ありがとうございます。それじゃあ最後の曲なんですが、聴いてください。語るもは教えて、君のこと、生まれた街のこと、好きな花の名前や好きな人たちのことも、うまく描けずくしゃくしゃにし
コールありがとうございます。あ、どうもありがとう。どうもありがとう。コードさばきに慣れていない南條さんです。あ、どうもありがとうございます。今日女の子がいっぱいいて嬉しいな。男の子、女の子。おお、待って、太いのも聞こえた。完全に太いのも聞こえた。女の子、いいものだね。あ、え、真ん中、真ん中。わお、わお、なんちゃんって聞こえた。バンドメンバーさん、来て来て。ありがとう。あれ、一人？一人？まあいいよ、いいよ、なんかあるのかもしれないよね。え、待って、待って、そういう意味の？え？ありがとう。買ったの？ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。後ろの方もありがとう。なかなかいろんな都合でこっちの方来れなくて申し訳ないね。ここもまた後で戻ってくるから待ってて。ありがとう。ありがとうございます。あ、後ろの方まで。どうもありがとうございます。ありがとう。ありがとう。いやー、こんなにね、こんなことが人生であるなんてね、来年も私どんどん老いていくけどいい？まあそうだね、やれたらいいよね。まあ何 ?40 まで毎年、八木さん何歳なの？そうだね、すごいことですよ、10年っていうのは。まあ、来年私多分ね、声優10周年になるんです。早口言葉が言えない私もう10周年になるんです。なので、まあ、そっちもどっちもこっちも、うん、全部頑張っていきたいと思います。いや、今日は本当にありがとうございます。どうこんなに言われることになるなんてね、生まれた時は思ってもなかったよ。しかも前日だしね、ありがとう。というわけでアンコールありがとうございます。
まあ、自分の曲も歌いつつやりたいとか、まあ、カバーしたい曲も歌いつつやってきたんですけど、まあ、ここでちょっと私が過去に歌ってきたキャラソンなんかを、はい、メドレー形式で聴いていただきたいと思います。知ってる曲がいっぱい入ってるといいな、うん、それでは、ね、ちょっと水飲んどこね。あ、もう一本あるから大丈夫。まだこっち手つかずだから大丈夫、うん、あ、トイレ行ってないや。大丈夫。まず最初の曲はですね、私が生まれて初めて歌ったキャラクターソングというもので、はい、懐かしいな。そう、杉本彩ちゃん、杉本彩ちゃんなの。はい、では聴いてください。雨のち晴れ。君のそばにいたい、切なさに息を潜めて、繰り返す想いはいつかきっと愛に変わる、届けに欲しい。
れ違う孤独な瞳、世界は沈黙を選び時を止めた。腹がいつかれたからでいい、消えない印を隠して南條よしのバースデーイブアクスティックライブイベントなんですが、次で本当に最後の曲になってしまいました。ありがとうございますね。またできるといいね。あ、明日私この後麺汁のってイベントで始発ぐらいまで起きてなきゃいけないです。明日はね、誕生日当日だけど多分寝て終わるね。これはね、あさってってもはやもう何でもないよ。誰かの誕生日みたいな。私の好きなキャラクターの誕生日でもあるんですけど、リー君わかる？カードキャプターさくらの。結構ね、好きなキャラクターの誕生日おびえるんです。この噛の直したい。本当にラジオやってても普通に会話してても噛んじゃうんだもん。なんでさ、私思うんです。たまに声優さんのラジオとかも聞くんですけど、なんでそんな早口でさ喋れんのって思うんだよね。情報量の差がすごいよね。私がやる30分での情報量と早口で喋れる人の情報量が全然違って、私15分くらいのことしか伝えられてないんじゃないかなと思うんだけど、どうして？いい？ゆっくり言えばいい？あい。はい、じゃあ名残惜しいんですが最後の曲いきたいと思います。ぜひ皆さんで盛り上がってください。飛ぶ魚。あんた
まあ、ごめんなさい、お待たせしちゃってね、すいません。いやありがとうございました。じゃあ最後にみんなでお礼をしましょうか。今日は皆さん本当にありがとうございました。ちょっと最後にもう一回こっちのとこごめんね、見えました？私のこと見えた？ごめんね、ありがとう、僕の方もありがとう、ありがとうございます、本当に、あ、本当にありがとう。ありがとう。見えているかな。ありがとうございます。ありがとう。 ありがとうございます。あ、どうもどうも。いやいやいや、本当に名残惜しいんですけど、また本当こういう活動ができるように、明日から30歳になる南條さんは、ね、ちょっとごめんなさいね、こんな足でやっていいものなんでしょうか。明日からまた精進して頑張っていきたいと思いますので、ぜひ今後とも応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。